こんにちは、大阪サンスポ川端です。こんにちは、大阪サンスポ斉藤です。今週はクラシック三冠最終戦の菊花賞が京都競馬場で行われます。はい、早速、今年の展望していきたいと思いますが、はい、今年の菊花賞はですね、昭和、日本ダービー馬が不在ということで、まあ、ちょっとね、残念って言ったらあれですけれども、メンバー的にはね、過去のクラシック2戦に比べると小粒感があるかなというところですけども、はい、どうですかね、斉藤さん。そうですね、先週のね、主要箇所もね、うん、大花賞馬、オークス馬いない中で行われて、うんうん、まあ、その中で、まあ、勝ったのが、共に3着だったクロノジェネシス、うん、まあ、実績馬が力を示して最後の一冠を取ったという形なんですけれども、うんうん、まあ、今週ね、その同じような、タイプの馬っていうのはがベロックスかなっていう感じがしますね。そうですね、うん、まあ、そうですね、サツキ賞2着、ダービー3着、うん、ね、まあ、クロノジェネシスよりね、まあ、成績がいいくらいなんで、うん、まあ、主役を務めるのはまあこの馬かなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、ね、ベロックス、レース本当に上手でね、安定した走りしてるんで、まあ、ここもね、崩れなく走れるかなと思いますし、まあ、陣営もね、長距離を意識して長めに距離を乗るようにしてしっかりとこう対策もしてるんで、まあ、間違いなく上位争いはしてくると思うんですけれども、まあね、春もね、その中でこう、ね、相手が強かったといえ、まあ、勝ちきれなかったという面があるんで、まあ、うん、絶対死は、うん、できないかなっていうところもあるんで、他の馬にもチャンスがあるのかなとは思うんですけれども、まあ、その中でこう面白い馬っていうのはどうですかね。僕は連勝でこの舞台に来たホーサーベルに注目したいですね。関東馬なんですけれども、ね、普段取材してない部分はあるんですが、条件戦とはいえね、勝ちっぷりは良かったですし、何よりこの馬も競馬が上手というか、先行できて、上手に立ち回れるタイプなので、まあ、もちろんね、距離っていうところは初めてになるんですけれども、楽しみかなと思いますし、まあ、もう一点が海老名騎手が、今回手綱を引き続き取るということで、関東馬で、最近、ね、こう菊花賞で、上位に行きたい馬券に絡んだりっていうところでは、海老名騎手がね、やっぱり京都コースなかなかね、癖のあるところもありますので、そのあたりやっぱベテランのね、味というか、本当にうまく導くっていう印象もね、すごく強いので、そのあたりも含めて、注目したいとですけどね。安西はどうですか。ですね、まあ、そういう点でもなんですけどね、まあ、そのやっぱ長距離のね、手綱さばきというところではやっぱね、武豊騎手というところなんですけども、ーワールドプレミアですね、うん、まあ、実績的にもね、前走神戸新杯3着で、まあ、ベロックスに次ぐ、ね、3着というところでね、能力的にも十分ね、上位争いなんですけれども、まあ、何といってもやっぱ春からの伸びしろっていう点がこの馬にはすごい大きな魅力で、まあ、デビュー戦勝ったんですけれども、やっぱり春はね、こう陣営も、ジョッキーも、すごくジャッジが厳しくて、もう本当に能力素質だけで走ってるっていうことでね、こうそれがあったり、気象面も難しいところがあったりっていうところで、うん、若葉ステークスの後ね、こうスパッとこうね、休ませて、したところでしっかり成長して、まあ、この秋は本当にこうね、まず体がもうしっかりして、こうそれとかの心配なくなって、まあ、しっかり稽古を詰めるようになったっていう部分と、あとはまあね、レース前はちょっと入れ込むんですけれども、精神的にもこう徐々にね、そういう面が若さが抜けてきたっていうところで、まあ、本当に今回は今までで間違いなく一番の状態で出走できるということなんで、まあ、本当にね、ジョッキー、厩舎ともども長距離には、本当にね、自信を持ってますし、うん、一発最後の一冠で、素質が開花してもいいんじゃないかっていうところはあると思います。面白いところだと思います。はい、あとはまた週末ちょっとね、はい、雨が降りそうなのと、ね、枠ね、大事なレースだと思うので、はい、そのあたりも踏まえてまた週末、予想していきたいと思います。はい、ありがとうございました。